イラブチャ釣れてくれました。釣れました。ブチアイゴです。速度が変わる、変わった、よっしゃ、オッケー、はい、トカジャ釣れました。イラブチャですね、アーガイ釣れてくれましたね。はい、釣れました、ナイスサイズです。はい、2日目スタートしていきます。ちょっとですね、巻き枠を伝えながらやっていきます。今何頭かやったんですが、餌取りが昨日よりかなり多くなっています。そこでですね、まずは餌取りの量だったり種類だったり、動きが早いか遅いか、そういったものを見るための巻き餌をしていきます。まず巻き餌を打ちます。ここに餌取りがパッとすぐですね、もう間髪入れず集まってくるなら餌取りの動きはかなり早いと判断していいと思います。ただですね、今はのっそうのっそうとですね、この辺からゆらゆらーってくるので、まあ、動き自体はあまり速くないということがわかります。まだですね、今3匹ぐらいしか餌取り見えないんですが、先ほどはもっとたくさんいたので、もう少しするともっと集まってくると思います。次にですね、今度は試着半分でもいいので巻き打ちます。この2杯目のちょっとの巻き餌に餌取りが集まるかどうかというのを見ます。巻き餌の量は試着1杯巻いてもいいですが、常に最小限を意識して巻いていきます。今まだ集まっていないです。集まって、あ、今来ましたね。来たので次はまた半分、カップの半分をもう一回巻きます。これで巻き餌の量としては1、0.5、0.5 で、まあ、2杯ぐらいのですね、巻き餌がここに入っています。そして3杯目の巻き餌には餌取りが反応していないので仕掛けを投入します。これで手前の餌取りはこの巻き餌に引き付けられたというイメージです。で、今3杯目の巻き餌にもですね、あんまり餌取りいないので、そこで本命用の巻き餌ですね、沖に打ちます。この打った直後に餌取りが手前から出るかどうかっていうのを確認します。この辺からですね、のそーっと出ていくのがいれば次の巻き餌を打ちます。それで今1回目は確認しながら打ったので、1杯 0.5杯、0.5杯、1杯という風な感じだったんですが、次からは2杯打って沖に投入、その後に仕掛けを投入っていうようなイメージでやっていきたいと思います。このように餌取りの種類だったり動くスピードや量を見ながら巻き餌枠を変えていくイメージです。そのため巻き餌枠は一頭ごとに変化していきますが、その変化する要因の一つが餌取りや本命の魚の動きということです。他には風や流れの影響などによっても巻き餌枠は変えていきますが、自分の中でこうじゃないかなというものを試行錯誤して試してみるといいと思います。なるべく左にライン置くんですけど、それでも無駄だ、無駄でしょ。これはアーガイじゃない、あ、これが下で見えたやつですね、多分アーガイ、アーガイでしょ。無駄か普通の、あ、でも下で見えてたのこの色だ。あ、アガイか、やっぱりアガイっすよね。おお、やっぱりやっぱりこれだよ、さっき見えたやつ。はい、アガイです。朝一見えてたやつですね。うわ、かかってきた、危ねえ、絶対出さん。おっしゃ、止まった、危ねえ。はい、いや違うやつだと思います。おお、歯がめっちゃすごい子が釣れました。おお、目に突っ込んできましたね。こんな歯をしてます、すごいですね。なんかおし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 、オッケーオッケー、見えた。何、あー、ブダイ。はい、釣れました、イラブチャーです。オッケーオッケー、いいね。おお、強い強い強い、よーし、あがいかな。うわ、やばい、左行ってるか。おー、大丈夫、オッケーオッケー、アーガイっぽい。よっしゃー、オッケー、おー、いいね、いいサイズ。おっしゃ、頼むよ、暴れないで、オッケー。よっしゃ、危ねー、めっちゃ飛ばされた。40オーバーですね、いいサイズのアーガイ、ひったくって持ってきました。ナイスです。針も綺麗に口元にかかってます。
お、来たかな。おー、お、お、ちっちゃい。おー、なんだなんだなんだ。うわー、やばい。おー、おー、おー。あ、ごめん。当たった、今、当たった。今当たった。やばやば。おー、よっしゃー。オッケー。ちょっと当たったっぽいから。おーし。ついてるな。よっしゃー、おいで。オッケー、よかったー。何枚目だろう。アーガイでーす。よっしゃー。はい、ちょっとですね、朝からやってるんですが、昨日ほどはですね、魚がちょっと見えない状態です。で、昨日の場所がちょっと横風の影響があって、ちょっとやりにくいのもあるので、釣り場を移動してきました。ここはですね、潮が、流れが岩に当たってちょっと緩くなってるポイントなので、大体ですね、激流の場所とかも、こういう流れがあるところは、潮の流れが緩いところが当たる時もあるので、ちょっと何か釣れないか試してみたいと思います。おお、一発目から当たってきましたね。一発目から来ましたよ。なんだろう、町田川かな。あー、なんだ、ヒメアイゴちゃんか。はい、移動して一匹目はこの子が釣れました。来た来た来た。おお、なんだこれ、アーガイかな、アーガイかな。おお、あっしゃー、強いな。あっちはね、あるのかな。よーし、こっちに言うと、アーガイっぽい、アーガイっぽい、アーガイだ。よーし、いいね。いい引き、いい引き。よーし。ラインを送る場所と止める場所をちょっと見分けないといけないですね。お、ここは根の周りで入る場所あるかもしれないんで巻きます。よし、受け、受け。浮いたー。よっしゃ。いいサイズのアーガイ釣れてくれました。よっしゃ。はい、場所を移動してですね、1投目でモンガラが釣れて、2投目で両家のアーガイが釣れてくれました。で、今使っているのがオキアミですね、をちっちゃくつけて狙っています。ブダイ系はですね、結構高温でも釣れるんですが、渋い時とかこういう時はオキアミの方が食いがいいことが多いので、もう全然ですね、高温が取られないとか練り餌が残ってくるとか、そういう時はやっぱりオキアミを選択するといい結果が返ってくることが多いのかなと思います。で、オキアミも1匹丸々でつけることもあるんですが、ちょっとちっちゃくしたりですね、することによって食いしぶってちっちゃい粒を食べている魚を狙うことができます。基本的に夏場は魚の活性が上がりますが、最近の沖縄のように高気温や晴れの日が続くと活性が上がりにくくなる傾向があります。そのため、朝夕などの水温が落ち着くタイミングを意識したり、夏場でも渋くなるということを知り、餌を小さくつけたりするなどの工夫が釣果を伸ばすことがあります。はい、場所移動してきて4投目になります。3投目はですね、オキアミが取られていました。風が後ろから来るのでですね、結構釣りはやりやすいですね。流れも同じ方向にですね、流れていってます。なので、自分が止めたいときは仕掛けを止めて、向こうに持っていかせたいときはそのまま流していくような感じですね。この位置だと後ろから風が来ているので、ラインメンディングも必要なくて快適な釣りができます。アーガイとか他のブダイ系もですね、ちょっと棚が深いところで食ってきているので、自分が狙った棚に来たら仕掛けをピンピンにして当たりを出やすいようにしたりします。アーガイの当たりはだいたいひったくってですね、持って行ったりはするんですが、なるべく細かい当たりから取れるようにですね、海の変化を感じ取れるように、狙うところでは仕掛けを張り気味にして狙っていきます。うわ、ミーバイ昨日から4匹目のミーバイですね。ちょこちょこ釣れますね、この子も。当たりが出て怪しい時なんですが、臨海とか柔らかい穂先の竿を使っている時は、そのまま竿で聞いてですね、トントントンと当たりを探ってもいいんですが、ちょっと竿が硬いとですね、魚がこのトントンの違和感で餌を離したりとかしてしまうので、こういう風にラインをパッと引っ張ってですね、これで感じ取るようにしています。結構手の感覚はですね、優れていて、ちょっとでも違和感あったら、重かったら分かるので、これで魚が乗ったらそのままベールを開けた状態にしているんですが、バチバチバチっていう感じで合わせを入れるようなイメージです。と、いい感じか。頑張ってください。気をつけて、気をつけて、ゆっくり安全に。おー、マジか。おー、いいやつ。よっしゃー、ナイスサイズです。強い強い、ないない。おー、強いぞ。おー、なにこれ、トカジャかな。これはトカジャな気がする。アーガイか。
よっしゃー、ベール返された。うわ、ここやばい、止めて。よし、あがいか。あー、よっしゃ、ここで受け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 。おっしゃー、来たー、あがい。うわー、たいいサイズ浮いてくれ、お願いします。おっしゃ、浮いた。同じぐらいか。よいしょ、オッケー。はい、また釣れてくれました。アーガイですね。ナイスサイズ、両系アーガイが釣れてくれました。棚を取ろうと思ってですね、棚取りを盛り探してる時にいきなりひったくっていってですね、向こうに走っていってベール閉じようとしたんですが、また弾かれてですね、結構強烈な走りをしてくれました。トカジャーかなと思ったんですが、上がってきたらですね、アーガイでしたね。今日一番釣りたい魚だったので嬉しい一匹になりました。まだ農家まであと少しあるので、また両系取れるように狙っていきたいと思います。よし、これはなんだ。おお、これ見えてたやつじゃないか、なんか。おお、いいね、いいね。イラブチャーでしょ、これ。おお、よっしゃ、来たぞ、これ。これ来たでしょ。おお、いいね。この辺だったら今根がないので遊ばしておきます。よいしょ。おー、嬉しい。これは下で見えてたやつだな、これ。おいしょ。おーしゃー、これでしょ。嬉しい。反転しないで、はい、そのまま行って。おっしゃー、取った。おー、見えてた中で一番いいブダイですね。これは嬉しい。やっと釣れました。はい、釣り場に到着しました。今日のポイントです。狙うは五条場。来た、よっしゃ、オッケー、ヒット。あしゃい、おお、飛んでるぞ。誰だ、ここ行かないね。